はい。こんにちはう。長谷田香織です。今ね、実はちょっと唾が飛んじゃったんですけど。<laughs> ええー、ちょっとね、汚い始まりではありましたけども、今回はですね、ちょっと iPhone についてお話ししていこうかなっていうところで、 まあ、あの、俺もですね、ちょいちょい、えー、iPhone、私が今使ってるのが11 Pro Max なもんで、そのケースっていうのもちょいちょい開封動画としてあげたりしてね、いたりしますし、まあ実際に買っていないケースでも面白いものがあると、ちょっとあの、動画にして紹介したりっていうのもしてるんですが、まあそこまで俺自身ケースっていうものって、 に、まあ、重要視していろいろと見ていったわけではないですね。やっぱりその iPhone 自体が、ちょっと、まあ、今回 KDDI の、なんだっけ、えーと、取り替えプログラムみたいなものをちょっと試しにやっちゃってる手前、綺麗に使っときてーなと、どうせだったら。なんかそれでなんか修理費みたいなものとか取られるの嫌だなっていうところで、 一応ね、ケースをつけたりもしつつっていう、もうやってるっていうのが、まあ現状としてあるんですが、えっ、ー、と、まあそういうので、ケースを見たりしていく中でも、いろいろ思ったところでもありますし、まああとはまあ、我々がこうやってスマートフォンを、まあ最新機種が出るたびには、俺が紹介したりとかしつつ、まあこのチャンネルの中でみんなでワイワイ話をすると、 いうところで楽しんでいるわけですけども、その中において、やっぱりその、スマートフォンそのものの大きさであったりとか、重さであったりとか、そういうところに関しても結構こう意見交換をしてるじゃないですか。で、割とやっぱり、この iPhone 11 Pro Max の時に言われたのは、 やっぱり重すぎるとか、そういうとこだったりしたし、まあ逆にそのギャラクシーなんかで言うと、同じぐらいの画面サイズ、もしくはまずその iPhone 以上の画面サイズを持ったりとかしてるのにもかかわらず、えー、割とそのトップクラスのスマートフォンの中では軽めのものになってるとか、ね。もしくはまあベゼルレスでのディスプレイがこう際、際まで来てることによる、よりこの小型な 形に大画面を楽しめるみたいなねそういうとこ、まあ、いろいろとこうチャンネルの中でもわちゃわちゃやってるわけですよねあの特にあの男が一番多いんですけど男が一番多いっていうのが言い方としてあれだなおほとんど男の人なんですけど <laughs> 女性も一部ねあの主張されてるっていうのはデータとして取れてるので分かりつつもほとんどが男性と いうところで、ね、そ、そこで、まあ、その、大きさとか重さでも、でも、その、ああでもない、こうでもない。時には、その、カメラ突のことに関しても、みたいなね。そういうのも、いろいろこう、ああたでこうで話してるじゃないですか。で、最近、最近、最近そうやって、その iPhone のケースに関しても、俺はちょっと動画を上げ始めてるっていうところでのあれなんですけども、あの、<laughs> ちょっとツイッターでフォローしてる女優の方の写真でもを見て発覚したというか、俺もちょっと驚いたところなんですが、まあ、分かってはいたけどもね、分かってはいたんだけども、もついにここまで来てるかというところで、なんかすごい iPhone ケースを見つけてしまったんですね。<laughs> あの、エジューっていうね、ところのスマートフォンケース、iPhone ケースなんですけども、 すげえなっていう <laughs>。で、あの、この、エジュのケースで、まあ一番最初にも目に留まったのが、この、円型のね、丸型のケースなわけですけど、一応なんかポーチにもなっていて、中に物も入れられるようになってるみたいな。で、肩からかけられるっていう感じのね、ものなんですけども、な、 電話をするにはほんとうちわみたいに持たなきゃいけないしさ、な、もう、我々がね、こうやってその <laughs>、あの、スマートフォンの新機種が出るたびに、大きすぎるよとか、重すぎるよ、カメラとつがさ、なんか言ってるのがちょっと虚しくなってきちゃうよ。 ケースだなっていうふうにね、ちょっと思いました。で、このエジューは他にももちろんケース出してるんですけど、同じように、なんかまあリップとかそういう化粧品の一部をね、入れて、そのままスマートフォンと一緒に経済できるようなものも、まあこの円型ではないものでも出していたりするんですね。うん まあでもこうやって見ると本当に、まあもともとその女性が主につけるまあスマートフォンのケースとしてですね、なんかうさぎの耳がついていたりとか、なかなかあの、めちゃめちゃなんかスマートフォン、そもそものスマートフォンがちっちゃく作られていたのになんでそんなでかいのをわざわざつけんねんっていうケースにのはもう昔から色々あったわけですけども。いやー、なんか、 男の方が繊細なんですね。<laughs> 本当に。男の方がなんかそういうところをね、このスマートデバイスに対してのその大きさとか重さに関しては口うるさいんだなと、いうところちょっと感じた次第であります。まさかね、ここまでのケースがあると俺も思っていなかったんで。いやー、ちょっとね、 あの、女優さんのね、写真を見た、女優さんが投稿した写真を見たときに、ちょっと、あ,あ、こんなケースあんだっていうね、思います。んしかも、安くないんですよ。このエ,エジューの円型のケースね、例えば、こいつなんかもう8000円するんですね、税込みで。あ,あそう、みたいな。 <laughs> うわ、まあねこ、これがもう本当に、どこ、ね、人それぞれどこに価値を見出すかっていうとこですよね。ね。あの、我々なんかは多分、その、より素材が良く、要は、素材が良くっていうのは、なんかよりこう、強いとか、軽いとか、そういうところで、え価格が上がっちゃうんだったら、まあ仕方ないかと、いうようなところでやったりもするでしょうし、 ねえ、それが逆にそういうことじゃなく、ねその、いい素材だったりとか、加工をしての、えー、できるだけ小さく、薄く、軽くっていうんじゃなく、こんだけすごい大きいんですよっていうもので、8000円っていうのを買う人たちがやっぱいっぱいいるから、こういうケースも出てくるんだと思うんですけども、なかなかね、インパクトあるよね。<laughs> 本当に。 すごいな。まあ、ちょっと前まで、ちょっと前っていうと、なんか、おっさん的感覚なんですけど、やっぱりその iPhone ケースとかもそうだし、まあそもそものフィーチャーフォンの時もそうですけど、まあデコレーション系のね、ことも流行ってる人じゃないですか。その、若い女の子たちが。あの、いろいろとスマートフォンとか携帯にいろんなものをくっつけて、 デコるというものがいろいろありましたけども。いや、男からはそんなになんかよくわかんないもの <laughs>、そういうものはなくならないんだなと <laughs>。なんか、あっちのスマートフォンの方が軽いぜとか、こっちのスマートフォンの方が大きい、なんか薄いぜとか。 あんま意味ねえなっていうふうにね、ちょっと感じてしまったところです。もちろんあの、これからもね、そういうところでの特徴っていうのは、いいなって俺自身が思ったものは紹介していこうとは思うんですけども、こういうケースもあるんだなっていうのを、改めて知ったというか、昔からちょっとなんか、興味がない人間からすると無駄じゃねえ、その大きさみたいな。あったけども。そういうのはずっとあるんだな。 っていうふうな、そうですね。まあ、あの、もちろんですね、男が、ま、基本的につけるケースなのかな、っていうとこでもちょっとね、あのー、大きすぎるものもあったりはするんですけども、まあね、すごいケース、いろいろあるなっていうのを改めて感じたという、まあ、結果、雑談です。<laughs> いやー、どうでしょう。男性でもこういうものに魅力を感じる人もいるのかなもちろんこのエデューのケースなんかそのままのデザインだと男の人は持ちにくいかもしれないですけどこ、こういう形のいわゆるね、ちょっとそのスマートフォンにくっつけるんだけど、よりなんか軽く、よりそれでも強くっていう、そこを両立していこうっていうふうに突き詰めたものではなく、 別に大きくなっても構わないから、ちょっと得意性であったりとか、ファッション性をまあ表現するようなものっていうのを選ぶ男性というか、そこを求めてる人もいるんですかね。なんか、周りにあんまりそういうのを求めてる人がいないから、わかんないんですけど、どうなんですかね。なかなか、まあ、なかなかやっぱ、スマートフォンっていうのはケース一つ取っても、 面白いなと。いうふうに <laughs>、改めて思ったと。いうところです。はい。ということで、また見てな。バイバイ。